遅れてきたっていうことは、あれかな、ちょっと生きてたんかな、お母さんが死んだ後。いや、違う赤ちゃんかもしんないけどさ。はぁ、あ。まだ仕事頑張らないと。栄養ドリンクとかもらえないかな、過労死おじさん。なんか、もっと。いや、でも、レッドブルでじゃあ、栄養ドリンク。了解。何がいいんかな。いや、栄養ドリンクの飲みすぎで死んだのかもしれん。あ、作ってる、すごい。何入れてんだろう。あ、ちょ、栄養ドリンクさ。確かに、どうぞ。粋だね。栄養ドリンクです。肉じゃが？頼んだのは栄養ドリンクだぞ。間違えてるよ。え？間違ってないって。まあいいか。美味しい。ほっとする。私は、本当は家に帰って妻の肉じゃがが食べたかった。なんてバカなことをしたんだろう。もういいのかな？もう休んでも。いいのかな。過労死、辛いね。なんか疲れていたな。まあこっちに来れば毎日が日曜日さ。辛いこともない。辛いことないかな。え、うん、部屋の方から音がするの。え、ちょっと見てくる。え、なんで。ん、お客さん、注文決まりませんね。入っていいすか？タンダン。え、うん、こいつはやられたな。多分ネズミだな。え、すんません、俺猫なのに。てか食料庫も兼ねてたのか。今日はこれ以上ご飯を出せねえな、衛生的に。ちょっと店閉めてくるわ。待ってろ。確かにな。ネズミが出たら保健所に連絡しなきゃ。あ、あれ？光ってる。写真立てが落ちている。元に戻しておこう。可愛らしい少女が写っている。幸せそうだ。あ！本能がうずく！あ、この、チュー！パク、パク、チューチュー！ガブン、アム。追い詰めたぜ。え、ほらほら怯えてるじゃないか。え、すまへん。猫なんで。ネズミとはいえ、うちに来るやつはみんな客だ。まあもう死んでんのか、そっか。最後ぐらい好きなものを食わせてあげたい。やばそうだな、動物普通に来たら。そっかそっか。だが、何が食べたかったんだろうな。ネズミって本当にチーズ好きなんかな？あ、記憶のかけら。ありますぜ。かけらありますぜ。お、記憶のかけらか。動物の記憶は曖昧なんだよな。なんか変なもの食ってそうだよな。ダイブしてみれば詳細がわかりそうだな。するか。味見したくなーい。美味しいものだといいな。うわー、異世界？異世界転生しちゃった？ああ。不思議なキノコから胞子が飛んできた。体が縮んだ。すげえ。こんなことってあるんだ。え？縮んだ。あ、ここ？小さな隙間に潜り込んだ。いや、でも猫の話分かったからな、おでんの時。話聞けるかも。何やってんだ。儀式。あ、思いのほか楽しそう。え？何だったんだろう。朝礼かな。これ？これかー。ハム。え、めっちゃなんか、音すごいいい音したなー。今、リンゴみたいな。ちょっとかじってみた。悪くないかも。あっかなー。あっかなー。ふむ、キノコ。
青いキノコ食べられるのこれ。ちょっと検索してみよう。あ、スマホあるんだ。テンスタグラム入れてください。これ食って死んなんじゃなかろうな。あれ？あ。ラクタリウスインディゴ。食用らしい。グルメのネズミだったんだな。食欲に動物も人間も関係ないね。ネズミのやつには俺からキノコ差し入れとくわ。あ、そうっすか。今日はもう仕事はおしまいでいいよ。あー、じゃあ駅行ってみるか。あー、娘がいたんだろうな。あ、いなくなってる。この町のところには誰かいたりしないんだね。こっちって、いけないか。ああ、いるいる。あ、会えましたか？やっと出会えた。かわいい赤ちゃん。ふふ、やっと会えたの。私のかわいい娘。そうか。誰になの？栗色の髪は私かな？でも笑顔はパパにそっくりなの。あとやっぱ二人の子供なのかね。わかるよね。そりゃ自分の子供ってさ。旦那は？あの日旦那は休日だったのに工場で働いていたわ。この子のためにベビーカーを買うって。あら。寂しい！そうね、残してきたあの人のことが心配だわ。一人ぼっちにしてしまったから。ちゃんとご飯を食べて元気に暮らしているといいけれど、しばらくは食べられないでしょうね。そりゃそうよ。でも悲しむ時間もないと。ねえ、ねえ、もう大丈夫です。もう大丈夫ですよ。この人はずっといるな。もう大丈夫か。そっか、今日この人も来たもんね。危ない。どんな会社で働いてたの？アットホームにやりがいのある職場だよ。やっぱりそういうところってやばいよな。はあ、やりがいとかいらないんで残業代くださいって感じだよ。定時に帰ろう。定時？そんなの都市伝説でしょ。そりゃ物理的に帰ろうと思えば帰れるさ。でもそうすると頑張ってないということで給料が減るんだよ。なんだって？減ることはないよな。なんでそんな働くの？実際のところ長く働いても生産性は上がっていないと思う。みんな長時間作業することで働いた気になってるだけなんだ。まあどんどん疲れて生産性落ちていくもんね。でもそういう大きな流れなんだ。それに逆らう勇気が自分にはなかったよ。じゃあその流れから抜けるということは考えなかったもん。潰しの効かないスキルばっかり身について。潰しの効かない？他じゃ役に立たないよ。それに転職活動をする時間も勉強する時間もなかったよ。そうか。家族を養わないといけないし、もういい歳だから会社にしがみつく以外に方法がなかったよ。そうかなぁ、そうかもなぁ。積んでたんだ。家族がいるって。まあ私みたいにほんと独り身で自由だったら何でもできちゃうけど。まあね、家族がいたり、頼れる実家がなかったりとか、そういう人もいるからね。みんないつ行っちゃうんだろうな。いやー、お疲れ様でーす。もう入れないか。あたりを回ってから部屋に戻って寝よう。寝るか。もう寝る。え、でもこれもしかしたら赤ちゃん、記憶ないのかな？見れない。あ。ネズミ？え、嘘、ネズミいたのかな？
やばい、気づかなかった。いたとして気づかなかった。そっか、ネズミもお客さんか。いたんかな。赤ちゃん。赤さん。ああ、美味しかった。美味しかったよね。あ、お家に帰ろっか。よかった。ちゃんと血が繋がってた。そうだよね。なんか別の赤ちゃんを連れてったってお家だったら嫌だなぁと思ったけど。おじさん。もう終電も過ぎてしまった。明日の会議までに間に合わせないと。もうしばらく妻の顔も見れていない。あれ？なんだかあたりがぼやけて。ああ。これは老気に訴えなきゃ。あれ？悲しい。こうなる前にやめよう。辛かったらね。辛かったらやめようね。そういうところで働ける人もいれば働けない人もいるんだから。向いてないと思ったらやめようね。やめろ！それはベニ、テングだけ的なあれだー！ああ美味しい！イェーイ！ああ。生き物の死。こうやって、危機能力、危機管理能力のない生き物から死んでいって、賢い奴が生き残っていく。あ、そうだ。パジャマに着替えなきゃ。ピンクのパジャマに着替えなきゃ。いやー、今日も働いたなー。あれ？あ。駅にいなかったっぽいな。ここで食ったんだ。あ。わーい。あー、びっくりしたー。ホラーゲームですか？あ、嘘。なんだ？え？え？何？別のゲームの人みたいだけど。何なんだろう。何を書いてるのかな？へへー、何でしょう。んー、クマさん？こっちは？秘密。ああ、やっぱクマさんの記憶っぽいな。クマさんと娘さん？これ自分が娘ってことはないのかな。でも記憶がないっつったからな。それもそれで事情があるんだろうな。おはようございまーすってあれ。店長？寝坊すか？あ、死んでる？今日はなんだか調子が悪い。あのキノコを味見したせいだな。あれが注文を受けてもらえないか。え？難しい注文なら断っていいから。もうしばらくしたら良くなるはず。腹下しすか？熊の服が入ってる。できっかな。簡単なメニューなら。ツイッターさんが来てる。ツイッターの要求って？僕好き。みかん！みかんよこせ！あんたの部屋がれ！みかんか。よかった。あ、あるわ。ちょうどあるわ。みかんが。よかった。どうぞ！一応、クマさんに、お伺いを立ててから。あ。みかん出せまーす。みかんどうぞ。え？お前バカか。この番があるわけないのか。
やべえ、やっぱツイッターだわ、こりゃ。え？ん？クマさーん！向いて！向いて！え？え？むむむ。あ。ここで？なあ。え？怖いから。怖いからか。やってみる！慎重に！ああ。できた！オレンジならまだしも。いや、型の可愛い、硬いみかんだったのかもね。ワンオペ。お、これこれ、あがんでんじゃねえか。みかん僕好き。そっか、よかったね。ガチも決まりでしょか。呪文やれました、俺。お、小鳥のオーダーをこなしたって。やるじゃないか。その調子だぜ。よっしゃ。よっしゃ。次はなんだ？ダメだ。もうダメだ。きっとステーキとかだよ。焼き加減が重要だ。おお。ああ。シースーだ。シースーを出せ。待たせんじゃねえぞ。俺は気が短けんだ。よりによってシースーですか。どうしよう。クマさん。シースーですって。寝ているようだ。シースーが何なのか全然わからない。ダイブすればわかるかも。あ、裏でダイブする。シースーか。あれ。あれ？うわ、おはよう。ん？おはよう。お、起きたのか。よく寝られた？あれ？うん。ほら、座って。ダイブするとこ間違えてない？はい、これが朝ごはん。こっちがお弁当ね。あ、あのね、パパ。え？あ、もう行かないと。また後で話そうね。絶対クマさんだよ、これ。じゃあ、やばい。違うところに飛んじゃった。何が入っているんだろうか。何が入ってるんでしょうね。あれ、食べないし。お弁当だ。猫のキャラクターがプリントされている。キャラクター？ん？最新式のテレビだ。電源は切れている。滑覆の良い男が小さな女の子と映っている。電話来た。シースーの皿がシンクに積まれている。シースーのヒントは。あ、か細い女性と映っている。こっちの写真か。どうした？どうした？あ、あれ？ん？ただいまー。夜になった。てもう寝てるか。ん？いつも遅くなってごめんね。でも俺が頑張らないと。は？ん？誰だよ、こんな時間に。娘が起きちまうだろうが。ん？はい、もしもし？ん？え？病院に？あ。なあ！嘘だ！自殺！そんな、嘘だ。何歳だったよ。いやでもちっちゃい子って、ちっちゃい子ってわけでもないか。小学生くらいの子も、パッとやっちゃうからな。やべえ、見ちゃった。見たのか。あの日、全然わからなかった。なんであの子が、あ、もしかして来るの待ってんのかな。きっと俺のせいだ。
話を聞いてあげていれば。はぁ。何があったの？え、いじめられていたんだ。なんやて。俺がクマみたいだから。いや、どうかな、それは。クマの子。悪魔の子ってね。え？なんてひねた。残酷だろ？ほんまやね。屋上から飛び降りたんだ。自殺さ。そうかな、いじめかもしんね。お母さんは？娘を産んだ時に死んでしまったんだ。か細いって書いてあったもんな。母親がいない分もと思って、頑張ったんだが。このざまさ。このレストランは？俺はこっちに来た時真っ先に娘を探した。だがどうもあっちへは行っていないらしいんだ。レストランを開いてここで待っていれば、いつか会えると思ってな。なるほどね。というか、勝手にダイブするなよ。確かに。プライバシーだろ。言うことがあるんじゃないのか。ごめんなさい。素直。事情があったんだろ。素直が一番。シース？ああ、寿司か。酢飯なら昨日の分をレンジで軽く温めればまあなんとか。問題は魚だな。魚の種類さえわかれば。魚の種類？え？十貫盛りとかじゃなくて。一貫。魚の、種類って。あ、何見てんだよ。あ、ダイブさせていただく。ハマチかな。お、なかなか釣れねえな。釣れたての魚をシースーにするのが最高だってのによ。酢飯持ってきてるんすか。わあ、どんな場所やねん。いいとこだな。バケツの中は空っぽだ。今日はダメだな。寝るか。寝る？おー、寝た。釣る？釣り竿がある。よっしゃ。釣りしちゃおうっと。釣りゲーム。え？キャッチ！でん。ガラクタを手に入れた。でんじゃないが。よっしゃ。あ、あ、あ、でん。お、カツオだー。カツオですか？釣ったカツオはバケツに入れておこう。カツオー、釣り竿を返しておこう。ふう、よく寝た。いいカツだぜ。ん？これカツオじゃねえか。釣ったっけ？まあいいや。今夜はカツオの寿司だぜ。カツオの寿司うまいよな。わかるよ。あ。やばい。カツオさばくとか無理。もう少しで準備するよ。あ、あざす。お魚さばくのはさすがに無理だ。カツオを手に入れた。ああ。でも指切ったら提供できないし。待って。あ、あ、あ。か、か、か。ダメだ。やってみるしかない。さばける、さばける。ああ。やればできるものだ。意外とサクッとさばいたな。結構、レベル高いと思うけど。あとはご飯を軽く温めて。にぎにぎ。にぎにぎ。おー。本当にやればできるものだな。へいお待ち！ほう、これは？ふむ。正直言って、握りが雑でまずい。はあ！だがこのカツオ、ピッチピチだぜ。苦労して取ってくれたんだな。悪くねえよ。あ、
うまかったよ。あざす。寿司は奥深いっす。ごちそうさん。じゃあな。ああ、よかったー。ああ、そういえば、はい。え、俺の可愛い小鳥ちゃん見なかった？え、あ、もう先行ってるって。わかったぜ、アバよ。連れでしたか。ツイッター。ちょっと気分がいい。わかる？いや、自分でさばいた魚人に食ってもらうとか、めっちゃいいよね。ルン。ちょっと気分がいいなぁ。はぁ、あ、え、いらっしゃいませ。あ、くんかい。え、これ娘だったらどうすんの？こんな姿になって。なんで？